はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の大好きな中本さん、しかもね、いつも通わせていただいている川崎店さんの方で撮影をしてまいりました。正直ちょっとね、もう好きすぎるあまり、というかもう普段使いをね、もういつもしてるから、なかなかね、こう撮影をお願いするタイミングがなかったんですけれども、もうちょっと意を決してというか、撮影をお願いして、今回はね、中本さんでも有名なレギュラーメニューをね、多数いただいてまいりましたので、早速ね、本編の方を楽しんでいただければと思います。とにかく、まず僕から言えることは、最高でした。はい。ということで、ただいまね、早速注文は終了しておりまして、1杯目到着しました。こちらがね、蒙古タンメンでございます。そちらとね、合わせて、ライスも注文してあります。そしたらね、飲みちゃうといけないんで、早速いただきます。そしたら、そのまま麺で。スープ自体は結構ね、シンプルな、まあ、味噌ベースのスープなんですけど、そこにね、この特製の麻婆あん、辛みがかなり効いてて、このね、あんとスープの相性がめちゃめちゃいいんですよ。ライス行こう、ライス。よいしょ。こんな感じで、ラーメンライス、最高にうまい。で、これ最後ね、残った具材とご飯、これ最高にうまいのよ。蒙古タンメンのスープに具材とライスで雑炊ですね。今はコロナ禍なんで、今までね、紅生姜と唐辛子が卓上に置いてあったんですけれども、今ちょっとね、卓上ないんですよ。ただ、まあ、店員さんにね、頼めば出てくるので、ここに紅生姜とか追加でトッピングしてもマジでね、ぜひね、お試しください。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。大盛りです。はい、ということで、ただいまね、2杯目到着しました。こちらが冷やし味噌ラーメンというつけ麺のメニューなんですけれども、中本さんってそのメニューによってね、辛さの度合い分けをされてるんですけれども、こちらはそのレギュラーメニューの中でも一応ね、一番辛い辛さ10のメニューになるので、ぜひね、あの辛いもの好きの方は食べてみてください。それではいただきます。中本さんの麺ね、これ締めてあるとかなり
プリプリ感増すんですよ。ラーメンだとね、これなかなか味わえない食感なんで、ぜひね、お試しください。蒙古タンメンに比べるともちろんね辛さも増してるんですけれども、ラー油感とかニンニク感っていうのが強まってるんで、よりねスタミナ系みたいなめちゃめちゃいい味わいしてるんですよ。ということで、冷やし味噌ラーメン、出してございます。感謝。はい、ということで、続きまして3杯目でございます。北極ラーメンのジャンボサイズでございます。こちらのジャンボサイズというのは、中本さん大盛り特盛りってあるんですけど、さらにその上、このジャンボサイズっていうものがありまして、ぜひね、いっぱい食べられる方は、こちらのね、ジャンボサイズ、お試しください。それでは、いただきます。きっちりね、辛みも効いてんだけど、このニンニクのね、風味がほんとたまらない。辛いものね、好きな人からしたら北極ラーメンもピリ辛の部類だと思うんですけど、こちらのね、北極は辛さが、増せるんですよ。一応ね、北極ラーメンで10倍まで、さっき食べた冷やし味噌なんかは5倍までね、辛さが増すことができます。その他にもね、レギュラーメニューとか限定商品なんかも辛さが増せたりするので、ぜひね、皆様もお調べしてみて、好みのね、辛さに合わせて食べてみてください。したらこれ注文しておりました。これね、定食ですね。小ライスと麻婆のあんがついてきます。でこれね、ご飯にかけるのもいいんだけど、北極にかけてみましょう。麻婆はもう単品でね、販売してますんで、これ定食じゃなくても、これ気になる方はね、この北極ラーメンに麻婆のトッピングやってみてください。
ということで、こちらがね本日の最後のメニューになるんですけれども、北極野菜シャキシャキで、トッピングの方が北極味玉ゆで卵で、ネギほうれん草に海苔に野菜大盛りで、辛さが10倍の、麺3分の1でございます。というのも、こちらのメニューはね、お店によっては限定だったりするんですけれども、川崎店ではこのレギュラーメニューになっておりまして、これをね僕はいつも食べてるんですよ。でこれと合わせてね、毎回ビールも注文しておりますので、僕のね普段のメニューで食べていこうと思います。いただきます。先ほどね、ジャンボで食べた同じ北極ではございますが、10倍にするとねこんぐらいドロドロになります。でこれのね僕の食べ方なんですけど、まずね麺だけ食べちゃいます。うん、やで、これね、麺食べ終わったんですけど、そしたら具材を混ぜまして、よいしょ、このね、具材とね、この組み合わせが大好きで、もちろんねラーメンとして麺も好きなんですけど、つまみおかずみたいな立ち位置でビールと一緒に食べてね飲むのが僕は最高に大好きです。一番好きな食べ方はこの具材を海苔に巻くんですよ。でこれとビール最高。ということで、今ねこれ生2杯目追加と唐辛子、これを追加で入れて辛さをね増していきたいと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございます。さすがにお腹いっぱいですね。